はい、こんにちは。こんにちは。今日からキャラを変えてまいりました。あ、変えちゃうかな。今日から始まります。ソワニーアキコのコンシェルジュ、私コンシェルジュさせていただきます平出アキコと言います。どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと緊張してます。いろいろこうやって仕込んではきたんですけど、仕込んできたんですけど、喋、ね、ることを仕込んでこなかったので、もう全然全く考えてないんですよね。これはもうね、メインパーソナリティそうなんです。なので、じゃあ俺が最高。ゲストだな、今日。岡門さんにたくさん助け舟を出していただこうかなと思っております。もうちょっと上ですか、ね、ということで、今日初めての番組、第1回目ですけれども、ゲストとして、我らが、いい感じですか、我らがプロデューサー、ディレクターのオカボンをゲストにお迎えしたいと思ってます。どうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは、オカボンですよ。オカボンです。はい、盛り上がってます。この写真を選んだ竹川のフーライボー、竹川テレビディレクターって書いてある、はい、プロデューサーですね。平瀬岡本さんです。はい、どうもこんにちは。やってまいりました。やってまいりました。2枚目からいらっしゃる。2枚目なんですよ、この写真。いいでしょう。すごい。この写真、どこからかちょっと撮ってきました。ファンクラブの中にありました。ファンクラブにこんな写真が、すごいね。ありました、いいクラブだ、カマキリ。そうなんです。はい、僕らのボスはボスなんですけどね。こんな形でやらせていただいてます。はい。ちょっと流れがあれなんですけど、ごめんね。いいまずこのバナースポンサーさん。あ、そう、忘れてた。ごめんなさい。俺も忘れた。掛川テレビを支えてくださっているバナースポンサー様のご紹介をさせていただきたいと思います、はい。まず一つ目、抱っこで産後エクササイズ、お寺でベビーダンス、皆川由紀子さん、はい、ありがとうございます。美容の力で世界を笑顔に、袋井の松江区、脱毛はソワニエさん、よいしょ、ありがとうございます。ダイエット&体質改善カフェ、宇宙キッチンナーティー様、はい、ありがとうございます。手作り雑貨とワッフルのお店、サムズカフェ様、はい、ありがとうございます。ペットの複合施設、DC キャッスル様、はい、ありがとうございます。世界で一つの贈り物、日本ハーバリウム協会認定校、アトリエシャルマンさん、はい、千代さん、ありがとう。地域参加型テレビ、焼津テレビさん、よっ、焼津テレビ、はい、以上のスポンサー様のおかげで、掛川テレビは新しい情報発信の場を提供できております。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ということで、本題に入りたいと思いますが、私は岡本さんのことがあまりよく知らないので、はい、質問攻めに今日はしたいと思います。じゃんじゃん。質問1、岡本に質問、はい、普段どんなことで生活してるの？聞きたかった。知らないですよね、うん、基本的にはあれですよ、サラリーマン。働いてるの？働いてますよ。働いてるんですね。働いてます、働いてます。サラリーマンもしてます。あ、そうなんですね、うん、平日は。まあそう、うん、まあ半々ぐらいですね。他には何をするの？他にはですね、僕あれをやってるんですよ。ピンポンしてですね。息吸ったよ、今。まさか。もみほぐしを。もみほぐし。これ。ピンポンもみほぐし？そうなんですよ。出張。そうなんですよ。僕そうですよ。出張して、どうですっつって。で、来てって言って、はいねって言って、行って、ってやる。不審な顔してるよ。ピンポンを押して、うん、ダッシュ。ダッシュしないの。そうですね。もみほぐしをしませんかといきなり言うんですか。そう、いや、ちゃん、まあ、言わないよ。こんにちは。こんにちは。まずこんにちはって言って。実演してよ、そこでさ。あ、そうそう、コンシェルジュ。あ、そう、みたい。うんうんうん。ピンポーン。はい。あー、どうもこんにちは。こんにちは。岡本です。岡村と言います。今、出張で、もみほぐしというのをしている岡村って言います。
はい、それで今疲れてますよね。そうですね。例えば今肩とか腰とか疲れたりします？疲れ、そうですね。ですよね。じゃあとりあえず体験という形でいいんで、体験だけでも受けてみませんか？怪しい怪しすぎる。それで、やってくださいっていう方もちろん、ピンポイントです。引っかかっちゃった。あ、 それでこの運命のそれが出会い、なんやかんやって。そうなんだ。たまたま家にいらしたの。たまに感想聞いたのかもしれない。あ、どうでしたか？もうだいぶ前なんで覚えてない。最近は違う関係 あのお仕事をしてみたいな。違う関係。違うよ。ああ、そっちじゃない。違う。俺まで怪しい方向で送ってもらってもいいですか？何年前なんですか？もうね、2年ぐらい、ね、ちょうど2年ぐらい前ですね。結構な長い間ピンポンやってるんですね。よく、そうですね。最近はもうあのリピーターの方が増えてきたので、そんなにピンポンしてないんですけど、うん、まあ、僕の顔の色をこう見ててもらってね。黒くなってるってことはピンポンしてるんだな。あ、じゃあ最近ちょっと頑張ってる。そう、最近頑張ってます。最近ちょっとね、あの掛川テレビが忙しすぎて。あ、そうなんだ。はい、でも最近またピンポンも頑張ってます。他には何か言ってんのか。何か噂で靴磨きもしてるって聞いたんですけど。靴磨きは別にその生計を立ててはいないですけど。でも何ていうかな、その商売の経験値っていうところをやっぱ積んでった方がいいなって自分で考えてて、まあ、自分のこう、なんでこういうことやってんだって言って掛川の駅前で、実は昨日もやってきて。あ、そうなんですね。じゃあちょっと最近ちょっとたるんでたんで、掛川 TV の前に行って、ちょっと僕テレビ局作りたいんですよ。昨日もね、あ、何さんだっけか忘れちゃったけど、あんま言わないでって言われたけど、 ありがとうございました。その説はどうも。そうなんですね。出てになるんかな。そういう感じですね。じゃあ夢は掛川テレビ、テレビ局作りたいんですね。そうなんですよ。あ、まあ本当の、まあそう、本当のっていうか、掛川 TV は、まあ、夢の一つであって、まあ、人が集まる場所っていうのを作りたいっていうのがあって、まあ、今ちょっとできてきたな。あとはこれをね、長く続けていくっていうのを、続けること大事ですからね。青木さんに言われてるんで、それを素晴らしい、続けていく方が大事だよって教えてもらってますよ。そうですね。しんみりきました。次です。はい。なんでしんみりきた？靴磨きやピンポンダッシュを始めようとした。間違えた。ダッシュってやめろ。始めようと思ったきっかけは、きっかけか。きっかけは、僕家があれなんですよ。会社をやってて。おお、あ、ボンボン。だからボン。だからじゃない。あ、じゃあだからだ。だから。そう、だからそう、岡ボンのボンはそうだ。そう、ボンのボンだ。ボンボンのボン。やだね。やだ、なんか言わせないね、そんな。ボンってダメなの、女性は。いや、そんなことないですよ。お金あるよ。かわいい。やった。お金あるよじゃないの。お父様がね。お父様、そうそうそう。じゃあ違う、やめて。で、だけど、まあ、その、なんていうかな。やっぱこう、自分でもその会社を守ってきたいっていうのはあるんだけど、このままここにいて、なんだろう、会社の中にいるだけの、知識だったり動き方だと、その会社を守れないなっていう判断をして、まあ、それだったら今まだ父親が元気なので、そのうちに自分でもこう商売の経験っていうのをして会社を守れる状態にしておいた方がいいな。すごい動きです。意外と真面目。お仕事は勉強されないの？お父さんなんだ。あ、もうそれはもう結構やってきて。あ、やってる。工場なんで、そう、現場はだいぶ覚えてきて、だけどやっぱ経営っていうところだと、やっぱまあパパもね、元気だし。パパなんて言わないよ。そうね。社長。なるほどね。そうですね。私も経営者なので。ああ、ですよね。ゴールはなく、やっぱり経営者としてね、勉強はし続けなきゃいけない。素晴らしい志で。はい、ちょっと見方が変わっちゃったかな。変わっちゃった。独身だからね。うん、独身だよ。私既婚者だから。そういう目ではない。なんで振られるっていうパターンに。じゃあ次ですね。はい、まあ、これ最後なんですけど、お客様にどんな気持ちで接しているんですか？お客様にか、そうですね。まあ一個は、そのお客、まあ例えば揉みほぐしとかだったら、その人絶対良くしようって
思ってます。だから向こうにも信用してもらえるような自分になりたいでいないといけないなと思ってます。だからまあそこを決断するのは自分だと思ってて、自分がちゃんと決断してそのお客さんを守っていくっていうことは思ってます。なんかほっこりすごく優しいねメンズだった。どういう印象だったんですか最初は最初の印象でしょ。岡本は本当になんだろう、なんか暇つぶし暇つぶしやってんのこの人っていう感覚が正直あったんです。 あったんですけどでもすごく真剣なところがあったり、あこの人一生懸命やってるなっていうのが今分かったので、徐々にね徐々にね形になってきて、ね、あすごいなって、これだけやっぱたくさんの人が集まって協力するってことは、悪い人いないなっていう印象にはなりました。そうだそうだ、うん、ありがとうございます皆さんと今日ちょっと今日ねあのファボンを持ち上げる番組になっております。はい、ありがとうございます。はい、これ最後の質問になります。お願いします。今後の思いを聞かせください。おおいろんなことですね、そのピンポンダッシュもそうダッシュの揉みほぐしもそうですし、掛川テレビもそうですし、どんな思いでやっていきたいですか。どんな思いか、掛川テレビに対しては長く続けていきたい、さっきも言ったけど、いくつまでいくつまで続けるの。まあ死ぬまではやってるよね。いいね。俺は多分いない俺はいない。もう若い衆が後継者を育てる。そう若い衆が勝手にやってるんですけど、じゃあ葬式も生中継ですか。いやそれはちょっと言ったどうかな。さよならオカボン最後の配信言っとけ、みんなも同じぐらいの年だねあだけど楽しいね。あそうで僕がやっぱ一個思ってるのは、自分が100歳の時、の世界をまず元気な状態で見たいっていうのがあるんですよ。どうなってるかなとか周りの関係も含めて想像できないんですけどね。あ、そうですか。できない。今から何年後ちょっと分かんないけど、で私あともうだって80年ぐらいあるもん。お父さんだな。お父さんもちょっと合わない。おかしい。ちょっと25まで生きるんでしょ。そういうことそうかな。長くいくよで僕が100歳になった時に会社がちょうどね111年になるんですよ。そうわっ自分ね、そうそうそう、別になんかそこにそんなこだわりがあるわけじゃないけど、なんかそれってなんか面白いなって思ってて、でその時にまだやっぱちょっと元気な自分で歩けるぐらいのおじいちゃんとかで蝶ネクタイとかして、あかわいい、みんなの前で喋る、喋るボケだ、半分ぐらいボケてる状態ですね。あかわいい基本的にはそうなんで、なんかこの時こう思ったよっていうのをちょっと話したいなと、でまあもちろんみんながそこに来てくれてて、昔のこともこう、かすごい長くなりそうだね、ボケてて ねすごいなんか同じ時間しゃべるずっとこうね、また掛川テレビさっき一通り終わったよ。そんな感じがする、まあまあその状態っていうのを今後、やっていきたいな今後の思い。そうですね、長元気長生き、元気長生き、その時にその時に周りにちゃんと人がいてくれてる状態、きっといますよ、はい、オカボンの周りにきっといるか。え、ちょいてよ、ちゃんといますよね、元気でいてよいるかな。なんか全員見たせるのあんまりいないみたいな、なんかあんまりなんか俺はちょっとっていうかどういうことそんなことないですね、いてくれますよね、みんな岡場のそばにいます。いいそうそうそう、私、このキーホルダーも買います。いや、それ売ってないからオカボンキーホルダー、そう、これ出版の方、すごい可愛いんですよ、またちょっと来年のゆるキャラ、そうですね、グランプリ狙いましょう、これということで、はい、たくさんの思いを聞かせていただきました。あと何分ありますか。あと10分ぐらい。あと10分。お、結構ありますね。あと10分あります。じゃあここでですね、今日ちょっとゲストの方、岡本さん来てますけれども、ちょっと私のお話もしたいなと思ってますが、いいですか。私と言いますか、私の仕事についてですけども、私のお店は袋井市の葵町というところにありますソワニエというお店なんですけど、美容サロンをやってます。美容サロン、美容ってたくさんありますけど、髪の毛だったり、エステ、脱毛、ネイル、まつげ、まあ私はその中の一番最後まつエクをメインとしてやっているんですけれども、その中のそのまつげエクステンションについてちょっとお話をしたいなと。
思ってます。皆さん、まつ毛、まあ、今、岡本、今、横から見て、すっごいまつ毛長いんです。こういうの見ると、すごい私はこうアドレナリンが出てくる、つけたくなるんですけど。あ、これに？そうなんです。つけたいんですよね。そう、それくらい。メンズもつけるの？メンズもいます。メンズは今、ヨーロッパの方を中心に、あのナチュラルで、長さとかカールっていうよりも、密度、密度で目力がつくので、こう営業マンさんとか社長さんとか、つけると、つける、あ、そうそう、そう、そう、今度ぜひねやってみましょう。やってくれる、やってみましょう。意外とこういうすごい、男性、日本ではどうかな、東京大阪あたりでは結構やってる方多いかもしれない。あの芸能人の方ね、誰だっけ、リュウチュウさんとか、ああ、とマトさんとか、あの辺はやってらっしゃいます。はい。まあ、そういったまつ毛エクステンションなんですけど、これは何のカテゴリーかというと、メイクアップの一つ、お化粧の一つとして、あの定義としてされています。これは美容師法のくくりの中で、容姿を美しくするというか、あのお決まりがあるんですけど、美容になると容姿を整えるっていう方向になるんですね。美容の方は容姿を美しくするというものになりまして、その一つ、お化粧の一つでまつ毛エクステンションが位置づけられています。ちょっとあの画面じゃ分かりづらいですけどね、あのいろんな、この海外のこれですけど、こんな感じでたくさんまつ毛につけるんですよっていう、ちょっと分かりづらいですかね。映しますか。あ、いい、いろいろできるんですよ。そういうのもできるんですよ、うちの、うちのカメラを使えば。わあ、大きいと、なんかすごいアクロバティック。ああ、こんな感じだ。まつ毛1本に対して1本乗せていくタイプと、まつ毛1本に対して数束をまとめてポンってつけるタイプと、今大きく分けて2種類、まつ毛エクステンションには種類があります。で、どんな風につけてるのっていうのは、ちょっとこれあの施術の画像がこう真ん中なんですけど、ピンセット2つ使ってまつ毛をかき分けて、まつ毛をつけていくという作業を、エンドレスに繰り返してます。これ何時間ぐらいかかるんですか。これ今写真であるのは、これ1本のまつ毛に1本つけてるんですけど、私がやるとそうですね、40分くらいで全部つけてるかな。120本ぐらい。へー、120本あるんだ。ただつけるだけじゃなくて、ちゃんとその人の目の形とか、その人のまつ毛の状態、生えてる角度だったり、あのなりたい形とか、そういったものをあのこう想像しながら、あのやっていきます。その人の毛質とかもあるので、毛質もいろいろ選びながらやっていってますね。普通の人がいるとどのぐらいか。え、普通の人、いやでもそれくらいじゃないですかね。スピードはそんな変わんないです。そんな変わんない。あ、でも早い方かもしれないですね、私ね。そうでしょう。そう、あの1本に対して1本っていうのはすごく簡単なんです。スタンダードタイプなので。なんですけど、私も今やってるのがボリュームラッシュって言って、ボリュームラッシュ、そう、あの1本の毛が要は増毛ですよね。すごい産毛みたいな軽いものをたくさんつけていくんですけど、手元でその束を作るんです。バラバラのものを1回作って、そこに接着剤つけて、ちょんってつけていく作業をやっていくんですけど、なかなかですね。そうですね、それも大体、私で今500本ぐらいつけてる。お、そこについてます。500本ぐらい、500本。そうです、そこにとかついてます。3本一束にしたり、4本一束にしたりっていう感じ。そうだよね、いや目も綺麗だね。これまあこれね、これ普通の人、これ分かります。これどれぐらいかかる。これ持続はだいたい綺麗に保って2、3週間くらいですか。つける技術すごいついてますね、よく見たら。わかる、わかる。だってすごい密だもんね。ね、すごい夏というか。ね、ははははは。うちのスタッフちゃんがつけてくれてるんですけど、そう。ありがとうございます。なかなかこうまじまじと見ることができないと思うので。そう、すごいちょっと細かい作業、かなり内職的な作業をしています、私たち。
で、やっぱり接着剤に対してアレルギーを持ったりとか、うん、いろいろ懸念されて、あの消費者庁とかも、うん、動いてましたけれども、うん、まあ、それに対して私たち、まあ、私は協会に入ってますけれども、安全で衛生的なサロンを、サロンじゃないや、そういった現場をね、ちゃんと作っていこうというのを、うん、たくさん普及活動しています。で、そうね、あ、そうだ、さっき発症ちゃったから、2分分、さっき発症ちゃった。なんで可愛く言ったの？そう、本当は芸能人さんでもこういう人をつけてますよっていうのを言いたかったんですけど、まあ、一番近いとか、七尾さんとか、ね、七尾さんとか、あと深きょん、深野きょんさんとか、この前もちょっと話しました三原純子さんとか、会長という方は、会長、そうそう、協会の会長です、うちの。あ、そうなの？そうなんですよ。へー、そうそうそう、日本まつげエクステンション認定機構というんですけど、そこの名誉会長を三原純子参議院がやっていただいて、そうなんですよ、やってるんですか。そうなんです。そうそう、で、まあ、まつげエクステンションを楽しむ上で、まあ、知っていると損しないお話、お話というか、ここだけはちょっと気をつけてねって、いろいろちょっとこちらの技術者から伝えたいことなんです。ちょっと書いてごめんなさいね、小さくて。一つ目はね、まつげの毛周期は3週間から4ヶ月あるんです、実は。3週間で抜けてしまうのもあれば、4ヶ月ずっと生え続けてるのもあります。長さはその人の遺伝子があるので、な、伸び続ける、髪の毛のように伸び続けることはなく、一定のところで止まります。ただそれを、毛を強くさせたいとか、丈夫にしたい、伸ばしたい、生やしたいっていう時にはまつげ美容液を使ったりとか。まつげ美容液、うん、まつげ美容液、ね、そうそう、緑内障のやり方が、そうです、そうです、副作用だったんです。そうなんですよ、そう、緑内障の点眼薬で、まつげが伸びるっていうことが副作用であったのを、なんか使ってまつげ美容液ができた、発毛剤ができたっていうのルミガンっていう薬が一番有名なんですけど、そういったものが出回ったり、そうですね、そうです。そう、そうすると毛周期がね、長くなったりします。で、マツエクをしている方はマツエク取れたくないので、こうやって触りたくないんですね。なのでお顔を洗わなくなっちゃうんですよね。なんですけど、それは逆にかえって、取れます。そうそうそう、汚れがかかっちゃう。そう、汚れ、皮脂と、お化粧、そうそう、油もたくさん出てるので、それをしっかりと触って洗っていただいた方が持続性が高まります。お花と一緒ではちょっと水を与えると。そうね、そう、まつげダニも繁殖しやすくなっちゃうので、しっかり洗っていただかないと。そう、そうそうそう、ダニ、毛穴に2匹、3匹こうやって詰まってます。顔ね、そう、顔ダニが8割方、皆さん8割9割みんな顔にダニを飼ってるので。え、いるの？いますいます。鼻のここにこういるっていう、います、います。夜中にね、毛穴からこう出たり入ったりして。みんな？みんないる、みんないる。だけど、洗顔をしたり清潔にしてることで、そのダニたちが、のこう動きが鈍く抑えられてる。だからお顔ちゃんと洗って清潔にしてよ。だけど、ここをちゃんと洗わないと、汚れが溜まってるとこが大好きだから、そこに集中して、まつげダニって言って、ここにいっぱい、そうすると毛が生えなくなったりするのね。大丈夫。そうそうそう、男性の場合はすごく、皮脂がすごく溜まりやすくなるので、年齢を重ねると、なので、しっかりとちょっとこうさっぱりタイプの洗顔料で洗っていただくのがいいと思います。ちょっと外れちゃいましたけど、次ですね。まつエクを楽しむときは、負担のない太さや長さを選んでください。短かったりすると、短い毛に長いのつけると負担で取れちゃったりしますので、ということで、ごめんなさい、ちょっと巻きます。で、次ですね。質問をして返答があやふやなサロンにはちょっとやめましょうと。そうね、そうですね、ちょっと気をつけてください。で、アレルギーが出たら、ここ大事です。病院に行くよりも、まずはサロンに行ってから、こういう症状出ましたと、まずは伝えてあげてください。サロンさんもちゃんと気づいて、で、一緒に病院に行っていくように、進めて、見てください。ということで、はい、ちょっと走っていきましたけれども、紹介でした。
ということで、ごめんなさいね、あとこれ5秒で言います。はい、番組からのお知らせ。あ、ね、当番組にゲストとして出たいという方はメッセージを送ってください。お店の宣伝何でも OK。 Facebook で掛川テレビを検索してソワニアキコの気軽にコンシェルジュゲスト出演希望と添えてメッセージください。よろしくお願いします。ということで本日のゲストは掛川の風来坊、掛川テレビのディレクター岡村光弘、あ、光幸さん、岡本さんです。はい、ありがとうございます。はい、次はですね、はい、4時30分から岡村反省会、はい、人生七転び八起きです、うん、チャンネルはそのままで、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。